あ、先輩おる。じゃあ黒沢さん、これいただいていきます。え、横流しか。あとさっきの話、こいつらのことです。ん、うわ、いかついな。待ってたぞ、紹介しとこう。この人は黒沢潤さん。俺たちの活動に協力してくれてる。どういうことよ。なんか悪いことをしても目をつぶってくれるとか、そういうことかな。それとこれはいくつきさんからだ。え、マジいいんすか。おお。手ぶらじゃ戦えないからな、ここで準備しろ。あ、そういうことか。黒沢さんは仕事のコネで俺たちの装備品を揃えてくれる。まあいわば武器やで。もっともただにはしてくれないけどな。当たり前だ、世の中にただのものなどない。ほなこれ警察の装備とかも買えるのか。当たってますよ。拳銃とか。じゃあ俺はこれで。物騒な世の中ね。君たちのことは聞いてる。はい。俺の仕事は町の治安を守ることだ。たとえそれがどんな事情であってもな。あ、ブラックジャックみたいな。力などなくても俺にはこの町の異変はわかる。俺は俺が正しいと信じることをする。それだけだ。あまり物はないが役には立つだろう。はい、辰巳東交番。武器を買う、防具を買う、話をする、店を出る。7880円か。買えるの。騎士道ブレード、グラディウス、ショートボウ。おい、弓矢売ってていいのか。でもこれ装備できんすかね。どうなんだろう。装備できんのかな。36か。一応タケちゃんのじゃあショートボウ買っとくか。もしくは攻撃力40いいよね。ああ、なるほどね。クリティカル率ショーアップ。追加効果不明ってあるっていうことは追加効果ありそう。これにしよう。はい、はい、で売っとく。模造刀売っとこうか。よしよし、レイピアも売るか。5255円。うん、防具サバイバルガード。おお、めっちゃ増えるやん。これはいるな。エンジニアブーツ、ソリッドシャツ。あー、タケちゃんが弱すぎる。ニットガーカーディアンって大丈夫なのか。サバイバルガード、これ男専用だったりしてね。野戦に適したシャツ。もしかしたら弱点あったりしてね、サバイバルカード。じゃあとりあえず防御上げといた方がいいよな。でラッシュガードで。いや、こういう時は高いもの買う方がいいの。いえ、もったいないけど。はい、でソリッドシャツを売ると。で基本的に夜はパトロールに出てるから、ここにはいない。だから学校帰りの放課後や休みの昼間にうちに来い。はい、 OK です。なるほど、武器屋か。ということは他のこのモール内の店5000回はしけてんよな。何かテンション下がっちまったし、俺先帰るわ。じゃあな。お前タダでくれたらええやんけ。俺も使っちゃったけどさ。
どうしよう。とりあえずなんか回っていくか。どっから回る？占いから回る？マンドラゴラ辰巳店。ここは一人で過ごすことができるお店です。街にはこのようなお店がいくつかあります。場所によって学力、魅力、勇気のいずれかが上昇。これが高いと新たな出会いチャンスが広がるかもしれません。その他にもゲームセンターでは装備のペルソナの能力が上昇することがあります。あ、ゲームセンターか。800円。いいえ、ちょっと待って、何上がんだよ。カラオケ、ここ何？あ、入ってもだ。なんだここ。アクセサリーショップ。あ、なるほど。マミヤクの指輪ね、これいいな。ペルソナ使い放題だ。ちょっと高いね、金が足りん。うちの商品はすごいのよ。力が湧いたり身軽になったり不思議な効果があるって使ってる人が言うのらしいっすね。で、じゃあこれは？ここ何？コーヒーショップ、シャガール。今人がいっぱいのようだ。いっぱいっていうことは入れないか。まだ開店前。あ、クラブ？クラブって書いてあんな。エスカペイド。すんげえ名前。これは何？なんだここ。人気のない路地に怪しい扉がある。あ、これベルベットルームか。なるほどね。ポロニアモールから行けるのか。じゃあでも増えてないからね、意味がない。やめとこう、今回やめときます。申すわけない。じゃあ何すっか。カラオケ800円で行く。バイトとかできないですかね。金が欲しいな。骨董屋、店は閉まっている。6月9日リニューアルオープン。骨董屋がリニューアルってどういうことよ。初めて見るわそんな光景。うお、いらっしゃい。おお、なんか一言だけっていうのもかっこいいな。パトラジェム、混乱動揺恐怖を治療、傷薬、セーブな野良猫のために開発された高価な缶詰、野良猫缶、マッスルドリンク、紫外線の玉。うん、最近は薬屋も競争激しくてね、うちももっとカラーを出していかないと、いつ危うくなるかもしれないよ。毎週土曜日のセールで勉強するから、ご愛顧よろしくお願いするよ。じゃあ土曜日ね、買うのは土曜日に固定した方がいいと。でも土曜日のコミュがここで潰れるっていうのも痛いな。あ、そっかそっか、ショップは潰れないか。で、あと、ケネス・アーノルド。これ、スピーカーあるから、あれか、タワレコみたいなもんか。ほらね、CD ショップ、ケネス・アーノルド。あ、入られへんの。あ、そうなの。まあ、どうしよう。できること言うたら、じゃあゲームか、カラオケかか。ペルソナの力増えるって言ってたね。ペルソナよりも能力を上げたいな。どうしようか。ちょっと他も回るか。例えば学生寮とか。あ、ポートアイランド駅なんかあんのかな、駅で。今日はいい天気だね。あ、デートか。今日はいい天気だね。あれ、うん、いい天気ね。ま、ね、男は緊張するね。
慣れたら別だけど、花屋さん、いらっしゃいませ、ラフレシアへようこそやばいな、俺ここ捕まって食われるかもしれねえ。本日はどんなお花をお探しですか。別の花を見る。ミニサボテン、ガラスの一輪挿し。じゃあミニサボテンで。うわー竹、うわー高いわ、まあ、今日はいいですごめんなさい。あ、自販機発見。ミニマムコーヒー、ニゴゴ茶、ニゴゴ茶、南蛮橋鎮香水、水か。お茶買ったしな、これコーヒー好きやからコーヒーするか。でもね、これいいよな、南船橋鎮香水。東京の水道水は美味しいよっていう時期ありましたよね俺は大阪だから関係ねえ。まあでも水道水もね結構美味しくなったみたいですよ。肩で風を切りたいあなたに送る人気映画でいいかな。豪華3本立て1500円か、いやちょっといいっす。120円使ってもたしな、しくったな。お前映画好きか。好き、そうだよな、決まってるよな。なんたって映画は人生の縮図だもんな。縮図って言っちゃっていいのかな。当駅の自慢は、間近の海と広い敷地です。私的には気に入っているのですが、あなたはどうでしょうか、いかがでしょうか。あんま見てないから分かんないんですけどね。とりあえず気に入った。そうですか、それは良かったです。トイレは清掃中。あ、乗れる？もしかして。あ、外出るってことか。じゃあ岩戸台駅行こう。お金いるのかな。金はいらないっぽいね。新しい担任の先生なんだけど、なんか微妙なんだよね。一学期始まって割と経つけどさ、馴染めないっていうか。どんな先生？これ前聞いたよな。わかんない。おしゃべりしたことないし、話しかけても愛想笑いするだけ。私6年生だよ。今年で卒業だってのに。聞いたっけ？なんか聞いたような気がするな。タクシー乗り場。くそー、道を、行く手を阻む自転車の壁。やりよるな。おお、なんだこれ。見ての通り外回りのサラリーマンだ。決してサボってるわけではないぞ。そうねこれ何、食べろってこと。何これ、外出てもた。たこ焼き屋に行っただけやのに。そういうことか、ここ外出るってことかそうか、ここあれね、下校の時に通りましたね一回。ここは何、甘味どころ喫茶店か。怖いなこれ。何やろこれ、ギロちゃんでいいのかなで、はがくれね。これうどん屋やっちゅうね。であとは和活定食屋、うどん屋行くか。900円か、ちょっと高いな。あ、何も出ない。今満席のようだ。まだ上ある。あ、あるある。おお、結構いっぱい自販機の種類あるのね。五香の紅茶、カロリーブレンド、ワンアップ。ワンアップはきつそう。なんたってキノコでしょあれキノコドリンク。牛丼屋の、なんていうのこれ、ウミウシ。人気ないのか、店内は満員だ。
あ、人気なのか。店内はまあいいんだ。まあみんなね、牛丼よう食べるよな。俺あんま食べないんだよな。決して牛丼が嫌いなわけじゃないんですけど。あとはウィルダックバーガー。ここはバーガー、ワイルダックバーガー。新作バーガー500円、中の材料ノーコメント。いやまだいい、まだいい。で、本か。シロアリ時刻で改装中。ちょっと待ってよ、これ木造じゃないよな。木造じゃないのにシロアリか、すごいね。友達が猫を飼ってるんだけど、すごく可愛いんだ。僕も飼いたいんだけど、お母さんが動物嫌いだからな。で、敷地がある。なんかこれ後々できそうね。さて、じゃあ外出るか。あとは鳴門神社。どうすっかな。一人でカラオケやるか。あ、おじいちゃんいる。若いの、お前さん歩き方がこうキビキビしとるわい。若い子が神社なんぞよ、何の用かね。神頼みって顔でもあるまいしよ。まあここの神様はスーパーゴッドじゃからな。スーパーゴッド。わしも遠くからこら来たっちゅうわけじゃ。いや、ひーこら来たっちゅうわけじゃ。お賽銭も、縁結びおみくじもご利益あまりありまくりじゃって。奥の稲荷さんに至っては、まあ何やらすごいことが起こるらしいじゃん。読みにくいわ、おじいちゃん。これか、おみくじか、準備中か。おみくじ準備中っていうのを見たことないな。稲荷寿司が添えられている。うん、手を合わせると時間が経ちます。いや今日はいいや。まず手を清めなきゃね、体を。砂場がある。これなんかな、これでかい木、とても大きな木だ。ご神木の由緒が書かれている。かの天の岩戸開きでの常世鳴門島のお泊まり木から株分けされたと伝えられる。大変大きな木に育てられたため、後に代わりの役をなす鳥居が設けられました。なんかでもここありそうやね、イベントとか。うん、常世鳴門、あ、島と思ったけど鳥か、鳴門鳥。学業成熟、青春、病気平常、金運向上、何でもありってことか。何でもありだな。じゃあまあ帰るか。いや自由な時間多いっす。多分何か行動一つやると夕方は終わりっていう感じだと思います。ここは寮か。もう何もないの。はいはいはい。ちょっと入って、寮に帰ると時間が夜に変わります。あ、ダメ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 、いえまだ帰らない。じゃあゲーセン行くか今日は。あ、ゲーセンじゃないわ、カラオケ。あ、でもラーメン食べるか。ラーメン食べよう、お腹空いてきた。ポロニアンモール。あ、じゃないじゃない、まあいいや。じゃあカラオケ行きます。800円でカラオケ。ちなみにゲーセンは何歩かな。あ、わかんねえのか。もしかしたらお金何本使いますかっていう感じかな。喫茶店開かないの。いっぱいか。わかった、じゃあやっぱカラオケ行こう。一人カラオケ。はい、歌うよ。
一人で熱唱し続けた。勇気わかるわかる、うん、勇気が上がる理由はわかる。君か、おかえり。あー、すいません遅くなりました。ちょうどいいところに帰ってきた。聞いておいてほしい話がある。いよいよタルタロスの探索が始まったが、探索の日取りはひとまず君に任せたい。秋以降の復帰にはまだかかりそうだしな。今は君が探索のリーダーだ。この前ここを襲ったような強敵がいつまた現れるかわからない。今のままのレベルではこれから先確実に厳しくなっていくぞ。探索に出る日は私に声をかけてくれ。行けるメンバーをタルタロスで、集合させよう。それと準備もあるだろうから、今後は特別に夜間の外出を許可する。じゃあ頼んだぞ。今日から夜に寮の外に出て街で買い物することができます。あ、そうか。何か用か。仲間の様子を聞く。今日は調子を崩している者はいないようだ。各自の状態を詳しく知りたいが、教えてくれ。はいはいはい。あ、ペルソナも見えるのね。イオリイオリはネメシスか。なんかでも装備させたいよな。まあいいか。話をする。影時間を体感できないものはその間棺桶のような形に象徴化している。シャドウは不思議と象徴化している人間を襲わない。シャドウが襲うのは影時間に落ちた、つまり象徴化していない人間だけなんだ。つまり僕たちってことね。またこうして襲われた人間は精神を捕食され、口も聞けないほどの無気力症に陥る。これ言ってましたね、キリジョーさんが。そしてこれらシャドウの被害者を私たちはこう呼ぶことにしている。影人間だ。おお、怖いわ。はい、背中からお話。黒沢巡査は影時間の適用者ではなく一般人だ。だが俺たちの事情を知っていて協力してくれているんだ。なぜ自分たちに協力を。いや、俺もなぜ事情に詳しいか知らない。きっと巡査の正義感が無理な協力をしてくれる理由だろう。ちゃうんじゃないそういうのだろう。治安を守る警察官として彼ほど立派な人はいないと俺は思うよ。いやー、でもなんか裏がありそう。まあね、ペルソナのストーリーってそんな感じですからね。なんせ装備が購入できる唯一の場所だからな。はあ、何か注意点は。一点だけあったな。黒沢さんは基本的に夜は留守なんだ。つまり夜は武器が買えない。この点はよく覚えておいてくれ。なるほど。夜のじゃあ自由時間はアイテムぐらいしか買えないと。どういう知り合いで。昔ちょっとしたことで世話になったんだ。信頼できるいい人だよ。なるほど。昨晩はタルタロスの初探索だったそうだね。お疲れ様。それでどうだったかな。相手として不足なし。お、楽しいね。これは未来の部長かな。いや、そんなことないっすよ。まだ始まったばっかっすから。さて、じゃあどうしよう。あ、タケちゃんいる。タルタロスの探索って結構疲れるんだよね。空気の薄い、高山とか、あんなところを動き回ってる感じ。チョベ君はどうだった。まあ俺平気だった。見かけによらずタフなんだね。まあね、結構痩せ我慢してるけどね。ペルソナ出すときに使うあれ、召喚器ってやつ。何でよりによって銃なのかな。あんなの自分の頭に向けて撃つなんて普通の神経じゃできないっての。多分そういうことなんですよ。普通の神経じゃない、その限界ギリギリのね、精神集中力っていうのかな。ドーパミンがドバーって出た時とかの時におそらくなんか解放されるんでしょう。そしてペルソナが生まれると、呼び出されるという感じじゃないんですかね。わかんねえや。さてと、じゃあ前ね、これテレビやったの、テレビ見たいんだよな。これ見れるのかな。あ、見れる。ニュースキャスターとの連絡があった後、行方がわからなくなっています。この事件は有力な目撃情報がなく捜査は難航しております。今年に入り同様のケースによる失踪事件はこれで12件。あ、影人間か。さてと、とりあえずちょっとセーブしますね。
さてと、じゃあどうしよう、なんかやるかな。何しよっか。一通りでも話聞いたしな。今日はでもタルタロス行かねえ方がいいんじゃない？行った方がいいのかな。行ってみるか。あんまよくわからんからな。頼むぜ。あと18日ってこれが何なんだ本当に。まあでも話聞いてると、今後はここをベースに、はいはい、ここでずっと毎日タルタロスに行ってると体調不良が起こるんでしょうね、おそらく。何もないか、言っちゃったか。装備何もないな、変わらんな。まあしゃあねえや。よし、じゃあ行こう。行きます。 OK。 実は何層か登ると道が塞がっていて、それ以上先に進めなくなってる。どうもタルタロスはそういう形で全体が複数のエリアに分かれているようだ。中の構造は日によって変わると言ったが、この点だけは変化しているらしい。まずはその場所までたどり着くのを目標にしようと思う。じゃあ今日も頼んだぞ。ああ、はいはい。OK っす。